埼玉先生、ここで大規模な戦闘があるというのは本当ですか？ジェノス、お前なんか勘違いしてねえか？え？そろそろ始まるぞ。皆様、ようこそお越しくださいました。格闘ゲームの新機軸ワイルドアニマルズ、エントリーはどなたでも可能です。あなたの力を試してみませんか？なお、優勝者にはなんと500万円の賞金が。戦いの始まりだ。はい先生。なるほど、 VR 型ならプレイヤーの肉体の動きがそのまま反映されるというわけです。ああ、500万円はもらったぜ。ワンパンで終わらせちまってよ。 KO！ イエーイ！まさか先生が秒殺とは。先生のパンチの威力まではゲームに反映されないということなのか。ちょっと対戦相手の所在をスタッフから聞き出してきます。やめろジェノス、こういう怒りは怪人にぶつけるんだよ。なるほど。おお、こっちのプレイヤーすごいぞ。 KO！ すごい。手応えのないやつばっかだな。きっと嫌なやつだぞ。さあ、いよいよ準決勝です。どう見ますか先生、総合力では龍の方が上のようですが。レディーファイッ。いたじゃねえか。おっと、すごい連打だ。こっちも行くぞ。メテ空流拳。すさまじい打ち合いだ。メテ保証拳。なんというなんという戦いでしょう。さあ、もう一段ギアを上げるぞ。どうなってんだ、動かねえぞ。故障です。想定以上の動きに負荷がかかりすぎたみたいで。おい、あいつこっちに来いって言ってるよな。どこにいるかわかるか？そういうことはわかりませんので。さあ、とうとう決勝戦だ。もう一方の山から上がってくるあいつが。 KO！ あの、ゴーグルの回収を。ああ、楽しかったよ。決勝で見せたあの滑らかな動き、プレイヤーは俺をはるかに凌駕するほどの武術の使い手。どうぞこちらへ。素晴らしい指さばきでしたね。すまないが強すぎて。